けは。喉が聞こさない。はい。緊張しすぎてちょっと。お願いします。雪出してつけた香水火薬の煙に消された。もっと近づきたいけれど友達がいる夏が嫌い。あの子との会話には愛だなんかないな。ねえ私本当を言うとこのまま帰るの。いやいや今夜だけ受け入れたかった。口を滑らすはずだった。今夜だけ今夜だけはやっとだって、めっちゃマネージャーさんにパチパチキーンっていう感じでありがとうございますみたいな感じでした。もうだって何回もバースデーのコメントは取らされるのに歌わせてはくれないからなんでみたいな。毎年お願いします。いや毎年さ撮ってるのにさ歌わせてくれないよね二人でね全然。だからなんで歌えばダメなのって思っててやっと歌えてます。めちゃめちゃ幸せでした。ゴチゴチゴチ。え、かわいい。あの、うん、私が聞いたときは、うん、あの、本当に、絶対、歌えないって思って、佐藤さんを目の前に。私も歌ってたよ。佐藤さんが、うん、その、以前、うんうん、好きって言ってくださった曲だし、いつか一緒に歌いたいねって言ってくださって、過去に言ってくださったことがあって、それをずっと覚えてて、だからそのいつかを叶えられればいいなって思って。すごく長かったね。マンもすごい長かった、歌えるまで。ずっと歌えなくて。5年ぐらい。いや、マジ今回小野ちゃんに感謝って思った。選んでくれた曲マジ感謝って思って。大人っぽい。え ?40 歳みたいな。いやそうですよね。なんかちょっと30、40の声帯を持ってんのかなっていう。喋ってる時と歌ってる時の声の声帯が違いすぎて、急に30歳、40歳になったみたいな。なんかなんだっけ、頭の時で2発目小野ちゃんが歌ってくれるところだったんですけど、2発目から大人がいるみたいな。私の佐藤さんの声の印象はずっと好きです。いや本当わかります。佐藤さんの声ってだからうるさいのよ。結構ツーンってしてるよね。それがめちゃくちゃ好きで。そうなの。なんか佐藤さんがあのハロープロジェクトのコンサートとかで、あのモーニング娘さんの曲を、うんうんうん、あのハモコーラスを入れてる曲とかってあるじゃないですか、うんうん、そういう曲のリハーサル前になんかそのハモだけ流れてるんですよ。あーはいはいはい、あの時間録音してました。まあ、そういや、鞘師里保さんとかそのなあの高橋愛さんとかのやつやってた。似てるね。期待して。嬉しい。かわいい。はい、ということで終わりました。ありがとうございます。楽しかったね。楽しかったね。めちゃめちゃこの先あっという間でしたよねって感じで。マイク壊れました今。楽しかった。こんな機会をいただいて本当に。いやこちらこそありがとうございました。いや小野ちゃんの私性格がすっごい好きで。なんでですか。いや7、8年一緒にさせていただいて、なんかあのすごくそんな一緒にいて
なんか悪いとこって見えてくるじゃないですか、人間って。なのに全然見えなくて、だからずーっとマサ、お兄ちゃんのこと大好きで。おお、大丈夫大丈夫かな。生きててよかった。マサも今日生きててほんと良かったです。歌えて嬉しかった。初めて2人でねえ、幸せだった。ハロー卒業しちゃったから、あの歌えないかなと思ってて、でも歌える機会をこのアンワンが叶えてくれたと思って。でも選曲の選曲が今夜だけ浮かれたかったっていうところもめちゃめちゃ嬉しかった。ガチで嬉しかった。ありがとう。っていう感じですかね。